こんにちは、ファッションに人生を捧げた男、そしてお買い物大好き、アキです。今日はですね、先月5月に買ってよかったもの8選お届けしたいと思います。で、僕のチャンネルではですね、4月に買ってよかったものもやっておりますし、あとですね、黒い靴特集やったり、いろいろやっておりますのでね、ぜひこの動画と合わせてご覧になっていただきまして、お気に召していただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきたいと思うんですけれども、先月ですね、5月にアキラさんが買ってよかったと思うもの8選ということでご紹介していきます。まあ例えばシュプリームさんとかね、アンナカバーさんとかは本当に常に買い続けているので、そちらもね、別軸でねやってるんですけれども、他にもいろいろ買い物するんですよ。本当に買い物好きなんですよ。その中で素晴らしいプロダクツ、素晴らしい服、素晴らしい小物、素晴らしいグッズ、皆さんにねシェアさせてください、共有させてください。それが私の楽しみであり使命であると思っております。今日のね、一つ目の5月買ってよかったもの、こちらでございます。コムデギャルソンシャツさんのビッグ T シャツでございます。これはですね、実はですね、4月に買ってよかったものでも黒を紹介させていただきました。もう気に入りすぎまして、もう本当に買ってよかったっていうことで、もう形、素材、そしてコスパ、こっちはね、赤は着ちゃったんですけど、グレーはまだ着てなくて、まだ値札ついてます。11,550円でございます。コムデギャルソンシャツなのに。そうです、めちゃめちゃコスパいいんです。しかもですね、僕はこれ XL を買いました。で、サイズはですね、バストが70センチぐらいあります。言われば分かんないと思うんですけど、ビッグ T シャツってことです。普通の XL サイズの T シャツっていうのは、普通って言えばあれなんですけれども、一般的なっていうことで、だいたいバストで60センチぐらいです。それよりも10センチもでかいんですよ。なのでビッグ T シャツの作りなんですね。めちゃめちゃいいです。赤とグレー買い足してしまいました。あともう一色はブルーがありました。ただ今もう6月なんでね、サイズがあるかどうか、この商品自体があるのかどうか、色掛けしてるのか、それまではちょっとわからないんですけれども、いいなと思ってくださった方、もう本当にシンプルなビッグ T シャツです。で、襟ぐりはちゃんとこのバインダーって言ってね、このパイピング仕様になってまして、しっかりしてますね。で、胸にコムデギャルソンシャツ、小さくワンポイントでプリントされてます。後ろはソリッドです。何もないです。ものすごい合わせやすいです。これからの季節ね、ショートパンツなんかに合わせてバランスめちゃめちゃ取りやすいんでね、本当に買ってよかった、おすすめです。続いて2つ目の買ってよかったものはこちらです。この T シャツめっちゃ良くない？これね、ギャップの T シャツなんですよ。3,990円、やばくない？コスパいいでしょ。さっきのよりもだいぶいいね。ギャップさんですからね。このもう90年代バリバリじゃないですか。僕はですね、90年代カルチャー、浦原宿ファッション研究家っていうのをやってまして、90年代のカルチャーとか、まあ浦原宿ファッション、ストリートファッションがもう大好きで、この T シャツからはですね、その空気感をもう感じざるを得ないわけなんですね。いいでしょ、これ。アキラさん、これね、XL 着てます。で、これポケティなんでポケットついてますしね。いや、L でもよかったかなって思うぐらいです。結構大きめの作りですね。なんで90年代感じるのか、ご説明させてください。こちら、90年代といえば、このアサヤンっていう雑誌がね、僕らのバイブルだったんですね。村上淳さんと藤原宏さんが表紙の、この97年の12月号にですね、いきますよ、いきますよ。あれあれ、そうなんです。これ、藤原宏さんが、あれ、なんかこの、アキラさんの T シャツ似てるぞと。こっちがもう元祖ですからね。これは、藤原さんがやってらっしゃいました、ひろしさんがやっていたグッドイナフさんの伝説のピンクとブルーの配色のボーダー T シャツでございます。これが僕のルーツです。そしてからのからのこれなんですね。微妙にですね、ピンクじゃないんですけどね、薄いパープルとブルーなんですけど、このひろしさんが着てたこのボーダーにもうそっくりでしょ。そら買うわ。他にもオレンジと赤とかあるのかなと思ったんですけど、これだけでした。あとは全然違います。ほんと、この一色だけです。ね。で、ちなみにですね、かけてあったんですけど、見切れてたんですけど、ひろしさんは半袖着てらっしゃいますね。あきらさんは一応アーカイブスとして、ロンティーを所有してます。あ、これ見てください、これ。うわぁ、こんな並びで紹介できるなんて、もう感無量です。
どんどんいきます。続きまして3つ目の5月に買ってよかったもの、これはですね、まあ、アイテムとしては2つあります。僕ですね、ゴールデンウィークにもう2年以上ぶりに海外に行ってきました。ロサンゼルスに行ってきたんですよ。ね、やっぱ行ったらこういうね、こう日本で売ってないと思う LA ブランド、ロサンゼルスで立ち上がってロサンゼルスで生産もしてるようないわゆる LA ブランドっていうのが売ってんですよね。なんで買ってきましたよ。白のスウェット地のショートパンツ、めっちゃ可愛いでしょ。で、ここにブランド名フラクションロサンゼルスさんっていうブランドさんなんですね。カットオフされててね、もうものすごい緩いシルエットでめちゃめちゃ気に入って買ったんですよ。で、これね、可愛いのがこれ見てください、ほら裏がね、こう蛍光色の糸で縫われてるの。こういうところがこだわってて可愛くないですか。で、ちょっとこうやって引っ張ったりするとこうやって見えてくんですよ。戻すと隠れるけど、こういうちょっとしたね、ゆるいなんか雰囲気なんだけどこだわってるっていうのがロサンゼルスブランドの特徴なのかなって。で、カジュアルに着れてすごいストリートな感じ、めちゃめちゃいいでしょ。同じブランドさんのこのキャップも買いました。めっちゃ可愛くない？これ、フラクションって書いた、紫と黄色だからレイカーズカラーですね。ロサンゼルスレイカーズのカラーでちゃんと作ってメッシュキャップ最高です、これからの季節。なんかジャスティン・ビーバーとかぶってそうじゃない？これ、こういうのね、いいでしょ。これ、このロサンゼルスブランド LA で買ってきたこのお土産、こちらが3つ目のアイテムでした。それでは本日4つ目の5月に買ってよかったもの、さっきのねロサンゼルスつながりでこちらです。やばいでしょ、ロサンゼルス行ったらね必ずクロムハーツさん行きます。みんな大好きですよね、みんな大好きクロムハーツ必ず行きます。今回ね行ったんですけど、いろんなことあるじゃないですか、まあ、この社会情勢的にね。で、あんまり在庫数が少なく、僕の欲しかったものってお目当てのものは在庫がなかったんですけど、このキャップ、ベースボールキャップ、この赤と黄色の、日本で売ってますよね、売ってると思うけど、やっぱロサンゼルスで買うっていうのが一つの醍醐味なわけじゃないですか。うん、で、このマクドナルドカラー、これね、なんかシンプルな格好にアクセントにものすごいいいかなと思って、めちゃめちゃいいです。日本で買うよりは安く買えますのでね、ロサンゼルスとか行ったらですね、ぜひロサンゼルス店、あとマリブ店っていうのもありますので、行ったら皆さん行ってみてください。めちゃめちゃいいです、おすすめです。そんな感じでですね、そのロサンゼルスに行ってきた模様の、まあ、Vlog だったりとか、あとローズボールっていう世界最大級のフリーマーケットですねに行ってレポート、そんな動画もね撮っておりますので、皆さん今日合わせて見てください。楽しんでいただけると思います。皆様前半戦ありがとうございます。後半戦も頑張っていきたいと思います。5つ目のアイテムがこちらです。あれ見えへん、ちっちゃすぎて見えへん。これすいません、ほんと見えづらいですね。どうやったら見えるんだろう。あ、このぐらい見えましたね。可愛くない？これカラビナです。カラビナってこうやってフックで引っ掛けるやつね、ウォレットチェーンとかつけたりするやつね、まあキーホルダーにもしていいけど、なんかあんま見たことないタイプの、僕カラビナ好きなんですよ。見たことない、なんかエスニック調のなんか布で巻かれたカラビナ、これ1000円ぐらいで見つけて買えて、あ、めっちゃいいじゃんと思って、なんかいいっすよね、まあ、それだけなんですけどね。そんな感じでございます。そしたらこのカラビナの流れで小物ね、小物、今日のね、6つ目これなんですけど、サングラスなんですよ。わかるかな、わかる人にはわかるかな、アーネットっていうブランドさんなんですね。さっき散々90年代の話したじゃないですか。あ、これはどうしよう、先に物見せますね、やっぱりね。ちょっとかけてみよう、こんな感じ、いいでしょこれ。アーネットさんのフードゥーっていうモデルのサングラス、これも実は90年代のアーカイブスなんですよ。だけどやっぱりね、小物なんでね、そんなべらぼうな値段はねもちろんしませんけれども、探したら全然こんな状態のいいやつ出てくるんですよ。この赤とここが白でめちゃめちゃかっこいいでしょ。こちらもね補足ありますよ、見せたかったの。これわかります、これ、じゃじゃーん、これもね朝やんですよ。
またこの藤原博さんと村上純さんが並んでます。横には2号さんもいらっしゃいます。この3人の並びは結構貴重かもな。この村純さんがかけてるサングラス、これがアレットのフードゥーでございます。アホかと、勝手に一人でさばいとけって話ですよね。でも買ってよかった、これほんとにやっと見つかった、これアナス。じゃあね、もうこのアーネットさんのフードゥーをもうかけたまま90年代の空気感を醸し出しつつ、5月に買ってよかったもの、もう最後2つですね。今日の7つ目ご紹介したいと思います。もうそのままの流れでモロヤンとこの裏腹本です。これ通称裏腹本って言うんですけど、実際はですねブラッシュゼロっていう雑誌さんなんですね。この本はですねずっと持ってなくて、本当に5月に先月に買ったんですよ。いや買ってよかった、めっちゃめちゃよかった。やっぱり結構な値段するんですよこれね。ただ中身はやっぱり分かんなくした方がね売れやすかったりするから、中身とほとんど写真出てこないんですよ。で買ってみたら特別ですよ、明さんのチャンネルだから特別ですよ皆さん。例えばですね、引用させていただきます。ランダーカバーさんの本当のファンアンドオンリーのいろんな T シャツとか載ってたりですね、このグッドイナフのアウターが結構なボリュームで載ってたり、アンダーカバーにこのエイプのスタちゃん、本当にもう今ではもうネットとかでいくら探しても全然写真とか出てこないような、そういったアーカイブスの写真がここに結構な量載ってます。なので結構貴重な資料です。なのでいやこれは買ってよかった。90年代カルチャー、裏原宿ファッション研究家としてはいやマストな一冊だった。なんで持ってなかったんだろう。でも裏原宿のファッションに興味ある方、研究したい方はね、これ本当に本当に貴重なアーカイブスの写真いっぱい載ってますんで、めちゃめちゃおすすめです。買ってよかった。皆さんも最後まで本当にありがとうございます。それではアキラさんの5月に買ってよかったもの8選、本日最後のアイテムご紹介させていただきます。こちらです。こっちの方がいいか。めっちゃかっこよくない、このスニーカー。やばくないこれ。これはですね、こうやって見せたらいいかな、わかりますこれ、ジェジェジェ、また言ってるけどね、ジェジェジェさんじゃないです、ジョウンドさんっていう超絶オシャレブランドさんとニューバランスさんのコラボのスニーカーで、これ本当に買ってよかったの、もう最高なの。ただこれだけはですね、なんか今日ね、もうこれぐらいにしといて、なんかねちゃんとスニーカーレビューでしっかりこの良さは伝えたいと思うんで、今日はこんな感じで買ってよかったよっていう、本当に本当に良いです。履きやすいし、もう最高です。デザインも合わせやすいしね。今日はそこまでにさせていただきます。本日以上です。ありがとうございました。それでは皆様、また次の動画でも6月の買ってよかったものをやると思いますのでね、とりあえず次の動画また見てください。またお会いできたらめちゃ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 嬉しいです。